千葉ロッテの吉井監督は2日の西武戦の後に3月29日から開幕する日本ハム3連戦について小島、種市、大木の順番ですと投手起用を明言しました。今回はこの発言について詳しく見ていきます。千葉ロッテの開幕戦は29日、30日、31日とホームのゾゾマリンスタジアムで開催されます。小島投手、種市投手、佐々木朗希投手の3人は吉井監督がかねてから先発3本柱と位置づけており、この3投手が1年ローテーションを守ることを軸に、その他の先発候補を期間で振り分け、1年間戦える先発陣を構築する考えを示していました。3投手は表ローテと裏ローテで振り分ける可能性も考えられましたが、吉井監督は1つのカードで3人をつぎ込む構想を明らかにしています。2年連続の開幕投手に指名された小島投手はこの日も西武を相手に3回をパーフェクト投球を披露。今季から投球の幅を広げようと新たに右打者にも140キロ台の速いカットボールを投じており、本人はブルペンではひどかったんですけど、いい感じでまとまってくれた、球速のマックス自体はもう少し出てくれてもよかったですけど、いろんな意味を含めてとりあえずよかったと振り返っています。3月30日の2戦目を託される種市投手も2番手で登板しており、2イニングを最速152キロの直球を軸に無安打1四球の無失点に抑えました。昨季は小島投手と種市投手の2人が2桁勝利を挙げ、種市投手はリーグ2位の157奪三振を記録しています。佐々木朗希投手は3日日曜日の西武戦に先発する予定で、開幕3戦目の登板も4週間後の日曜日となります。佐々木投手は2月25日日曜日に開催された韓国ロッテとの練習試合に今季初登板しており、1回13球を投げ1安打無失点で1奪三振、最速は154キロをマークしていました。さらに吉井監督は開幕3連戦の投手起用について、去年頑張った人の順番で種市、佐々木の順番については年の順ですと説明しています。小島投手に関しては、去年もしっかり中6日でローテーション守ってくれて、規定投球回も行ってくれましたと評価しており、3投手には1週間に1回元気な姿で1年間3人に流行ってほしいと期待しています。また4番目は多分西野と、西野雄二投手を2カード目の初戦に起用する方針も明かしています。西野投手は昨季シーズン途中で疲労や右肩の違和感で登録抹消されたものの、18試合で8勝5敗防御率 2.69 の安定した成績でシーズン最後までチームを支えました。千葉ロッテマリーンズの今シーズンの日程を見てみると、4月の第1週は6連戦がありますが、2週目以降は3週間連続で週5試合が続きます。その後のゴールデンウィークの変則的な試合日程の後は5月の第4週まで再び週5試合が続く予定です。このスケジュールでは先発投手を6人用意する必要はなく、5月末まではすでに明言された4人の先発陣に加えて残りの1枠をめぐって争うことになりそうです。日本ハムの新庄監督は昨オフから日程を加味し、開幕ローテを最初は5枚と明言していました。なお週末にはほぼ毎週3連戦が行われるため、先発3本柱が金曜日から日曜日までの試合を年間通して守ることが重要になってきます。先発の残り1枠に入る有力選手を見ていくと、昨季20試合に先発したメルセデス投手、ベテランの美馬投手、高卒4年目の中森投手が挙げられます。中森投手は2月の対外試合の開幕投手に抜擢され、13日の楽天戦、20日の楽天戦ともに2回を無失点の好投、3月1日の西武戦でも2回を投げ1安打無失点に抑え、現在対外試合6イニング連続無失点中となっています。中森投手は20年に明石商業高校からドラフト2位で入団、昨年は13試合に登板して3勝2敗、防御率 3.54、2試合が先発でしたが中継ぎで6試合を連続無失点に抑えるなどチームの戦力として貢献しました。シーズンが終わった後もオーストラリアのウインターリーグに参戦し、中5日6日の先発ローテーションで計6試合に登板、2勝2敗、防御率 2.38 と異国の地で経験を積んでいます。ロッテの残りの先発の枠を誰が勝ち取るのか、
これからのオープン戦にも注目しましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。